はい、いつもガーグンチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。今日はですね、最近またメタボリックになってきてますんで、克服するために最近また歩き始めました、今日もですね、荒倉浅間公園から、下社に向けて帰っている途中でございます。で下吉田の駅前でちょうどお昼時なんでご飯にしたいと思います。この辺ありましたっけ、なんか。大丈夫ですよ、調べますから。調べますこの辺なんかうどん屋さんぐらいしかないようなイメージですけど。そうですね、美味しいうどん屋さんもあるんですけど、あるんですけど、すいません、昨日うどん食べましたんで、はい、今日はうどん以外うどん以外のもの食べます。2日に一遍うどんは食いたいですけど、ね、特にしらすうどんさんのうどんは大好きですよね。どこありますか。調べます、はい、下吉田でみんながおすすめする人気グルメ。歩いて行けるところがいいですよ。そうですね。ありました。ありました。徒歩1分。徒歩1分。徒歩1分。荒倉速度。どこですか。あります。あそこ。目の前にあります。目の前にあります。目の前にあります。徒歩数歩ですね。1分じゃないですね。もう1分もかかるんですか。数えてみます。徒歩何歩か。やっちゃいます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、50、51、52、53、54、55、56、57、58。58歩です。58歩。じゃあ1歩1秒で来れば1歩ですか。本当ですね。本当ですね。1歩1秒ですかね。 0.5 秒で来れば30分できます。荒倉食堂さん。荒倉食堂さんですね。これ書いてあります。管理の島公安、こだわりのプレート。これは食わなきゃいけないです。もう看板メニューっぽいですね。おすすめですね。それ結構ね、いろんなそうですね。結構豊富ですね。ラーメンあり、おにぎりあり、カレーライスあり、唐揚げ定食あり。迷っちゃいますけど。これにしますか。これにしましょう。はい。じゃあ見てみましょう。はい、そうですね。そうですね。マスクをちゃんとしてですね。こんにちは。はい。ご飯を食べに来ました。お願いします。ガー君、ガー君。おすすめはやっぱりこれですか。荒倉食堂、こだわりのプレートって出てますんで。すみません、月替わり定食は今日はまだ大丈夫ですか。大丈夫です。はい、で月替わり定食なんですけども、管理栄養士さんが考案ってなってってことで、もうカロリー的にもなんか計算してあるということで、はい、そうですね、600から700ぐらいで計算をして毎日提供しているという形です。ああ、そうなんですね、はい、じゃあこれを一つと、今日実は、はい、あれなんですよ、散歩してきて、ちょっと、はい、そんなこうデブにならないようにちょっと管理栄養士さんにはちょっとこれ食べた方がいいよって言っていただいて。なるほど。けどまあ今運動されてきたってことで、はい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 、まあ若干こうカロリーとっても大丈夫かなとは思うんですけど、はい、しっかり汗かいてきましたんで。はい、それは良かったです。はいはい、そうですね、はい、はい、が一応まあおすすめになります。2種類の味がついていてっていう感じになります。はい、はいはい、じゃあそれでは、じゃあ国産唐揚げ定食を、はい、と、あとこちらのこだわりの、はい、よろしくお願いします。はい、お待ちください。冬はね、こたつで猫じゃないですけど丸くなりたいですね。丸くなりたい。
てこたつが2箇所ありますね。いいですね。は、 はい、すいません。美味しそう。メインの方がタラのケチャップ豆腐炒めという形になります。で、まあ、色合いはもちろんなんですけれども、栄養バランスを整えたりとか、あと味付けも酢のものを使ったりとか、はい、まあ、ケチャップを使ったりという感じで、あのバランス良い、なんか醤油だけになってしまうと、どうしても何て言うんでしょうね、下の方が塩分を欲してしまうっていうのがあるので、はいはい、できるだけ味付けを異ならせて減塩をするっていう、はい、もうちょっと心がけています。いただきたいと思います。ですね。お味噌汁。うんうん。ご農薬をできる限り抑えて作ったあのお米になります。有機米って。そうですね。はい。有機米を食べると、はい、有機米出てきます。そうですね。ぜひこのビデオで発信してください。方も、はいはい、地元の方も元気で健康になってほしいなっていう感じで。なるほどなるほど、はい、うんうん、お気軽にご相談いただければ、私のできる限りの能力で答えさせていただきます。はい、病院とかでも栄養指導をやってたことはあるんですけれども、やっぱり病院とかだとどうしてもこう敷居が高くって、でしかもなんか、なんていうんでしょう、質問しづらいっていう話をよく聞いていたので、こうやってこう、なんていうんでしょう、パッとこう質問できる場所っていうのをこう提供したいなっていうふうに考えていたので、ぜひぜひこう日頃これどうなんだろうっていう、けど質問してもいいかなっていうような質問もぜひぜひしていただけたらいいかなと思います。はい、何でも、はい、気軽に質問していただいて。いいですね。はい、なかなかね、そういう相談できる人って なかなか身近にいませんから。あ、まあ、そうかも。管理栄養士ですよ。もうゆっくり、自分のペースで。自分のペースで、はい。はい、OK です。はい、1グラムオーバーしました。大丈夫です。おお。キャリオで入れた入れ方、ちょっとこちらの方で入れていただきましたので、よかったら間違ってください。はいはいはい。こちらが、はい、ハリオで入れた。で、これフレーバー。結構深いね。そうですね、はい、豆の味がしっかり出てる感じだと思います。まあ、どっちかっていうとあっさりしてるのか。そうですね、はい、あっさりしてる感じになります。ハリオとクレアですね。そうですね、実はタイから輸入をしてまして、それがタイ の砂漠民族が貧困をしているっていうことなので、まあ、それに協力できたらいいかなというふうに思ってまして、コーヒー豆をその砂漠地帯で栽培しているものを、使用しているという形になります。で、またこちらも有機栽培を行っている豆なので、安心してお飲みいただくことができます。よかったら干し柿の栗蜜でよかったら召し上がってみてください。干し柿のクリームチーズ入り、はい、そうです。見てますか。そうですね、こっちはカメラマンにやって、こっちの、うん、おいしゅうございます。あ、よかったです。ガー君、ガー君。それではね、向こう側ですね、パレットのストーブ。の、パレット。テレビ。ここでは食事とかも。あ、できます。はい。やっぱり膝が悪い方とかもあるので、あー、テーブル席を好まれたりとか。あ、なるほど、なるほど。一応取ったものだけを集めました。で、その佐野さんっていう方は写真をそのまま載せるのではなくて、写真と写真を掛け合わせていいものを、よりいいものを作りたいということで、一応なんか掛け合わせていらないものをこう消したりとかっていう作業をされてるので、作品になるそうです。全部載ったみたいですよ。
んですね。はい、それではかぐんチャンネル最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではね、林さんから一言よろしくお願いします。はい、アットホームな感じで、いつも笑顔で皆様をお出迎えします。いつでもお気軽にお越しください。お越しください。はい、じゃあそれでは次の映像向けて出発進行。一発じゃんね。一発ですよ。いいですか。いやいやいや、すごいドキドキしました。おまけ。あ、そうですね。なんか昔のでなんかこうくるくる回るようなこう中心するような、そんな深みな、はい、表現が上手ですね。宮下さんも呆れてる。喋るのは下手なんですけど、喋ることは好きです。チャンネル登録、グッド、押してください。はい、お願いします。はい、進行。チャンネル登録、はい、グッドボタン、はい、よろしくお願いします。はい、それでは次の映像に向かって、はい、進行。